夢の大舞台が現実に。ステージに立つまでの舞台裏とライブをお届け、才の達人。達人の道、才の達人。お疲れ様です。忙しい中、お客さんも1000人以上入ってくれるし、人によっては有給も取ってきてくれるし、チケット代を全員が5000円以上払って今日この会場に足を運んでくれてます。できることを精一杯やる。今の現時点で最高の自分を演じきる。いつの日か、この苦しかった1年間が、あの1年間があったからこそ、俺らはここまで大きくなった。そういう素敵な思い出になるように、素敵な経験になるような、そういう公演にしたいと思ってます。お願いします。はい、じゃあ皆さん、いいですか、男見せろよお前ら、はい、じゃあ東京国際フォーラム和太鼓祭サイワールドです。いくぞ。
知らせの後、サイの歩み、サイの達人。ジャパニーズシーズンから式多彩でございます。はい、こちらの楽曲なんですけれども、総合エンターテインメントプロデューサーつんくさんに作っていただいた楽曲でございましてですね、はい、もともと私がつんくさんの作る曲サウンドの大ファンでございまして、ちょっと熱烈にラブコールをさせていただいて実現した楽曲となっております。タイトルにありますね、四季多彩という通り、日本の四季春夏秋冬を表現しているのはもちろんなんですけれども、それだけではなくですね、四季にとどまらないさまざまな日本の情景、そしてですね、それを和太鼓というですね、無限の可能性を持つ楽器で表現しております。さらにですね、そこに加えて、まあ人間のいろんな感情だったり、いろんなこう気持ち、そんなものも、込めていただいて作っていただきました。そしてですね、つんくさん、この多彩という言葉に込めていただいた意味を私たちもですね、しっかりと表現して皆様にお伝えできるようですね、今から初披露となりますけれども、精一杯演奏させていただきますので、どうぞ聴いてください。2019年9月サイワールドリハーサル、つんくさんが稽古場を訪れました。皆様、本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。私たちは2005年、東京大学にて結成された和太鼓チームでございまして、2013年よりプロとして活動を行っております。現在では、日本各地、そしてまた、世界も含めまして年間250公演程度を行っているチームで、10月18日には、結成当初より夢でございました東京国際フォーラムでの単独公演が決定しております。そしてですね、その東京国際フォーラムでの公演を迎えるにあたりまして、今回つんくさんに楽曲の制作をお願いいたしました。まあ、もともと私自身がつんくさんの作られる楽曲が大好きでファンだったというのももちろんございますし、和太鼓サイの代表として常々ですね、和太鼓という楽器、伝統芸能の新しい可能性、新しい表現というものを模索している中で、つんくさんのように、日本を代表される、プロデューサーの方が、和太鼓というもので楽曲を作られたら一体どんなものが生まれるんだろう、どんな風に和太鼓の可能性が広がっていくんだろう、そんな、自分自身もですね楽しみでした。そんな期待を込めてつんくさんにお願いをさせていただきました。つんくさん、ようこそお越しくださいました。ジャパニーズシーズンから四季多彩、今回この曲を作曲いただくに至った経緯っていうのがありましたら、縁あってリーダーの笠井くんから熱い熱いラブコールをいただきました。はいはい、ラブコールさせていただきました。はい、自分らは太鼓の練習すること以外は分からない、自分らのエンターテインメント力をアップさせるのにはどうか力を貸してほしいと。はい、なるほど。本当につんくさんのような方に和太鼓の曲を作っていただいたら、どんな化学反応が生まれるんだろうっていうのが、もう僕自身が見てみたくて仕方がなくてですね、でつんくさんにお会いさせていただいて、どうかお力添えくださいと熱弁をさせていただきました。そうですよね、つんくさんの曲たくさん知ってますけど、和太鼓の曲なんていうのは本当に想像がつかないですもんね。はい、不器用男児、不器用男児、不器用男児だそうですか、斉さん。はい、不器用男児って感じですかね。時代はもっとスマートで、もっとクールで、もっとドライにと、イケメンのあり方がそういう方向に向かっている時代に、わざわざ遠回りと言いますか、暑苦しく粘っこく
人懐っこく存在するのがこのグループだなって思います。ということで、鈴木さん、このタイトルにはどのような思いを込められたんでしょうか。彼らのグループ名にもあるサイという漢字からも受け取ることができるように、日本には四季折々の色合いというものが存在します。日本の四季を、季節を四季という言葉で表現しますが、実際は6季でしょうか、8季でしょうか、いえいえ10季はあるのではないかというくらい季節が変わっていきます。それは目に見える色だけではなく、匂いもそう、肌で感じる感覚、風、太陽、夜の音、朝の空気などなど挙げるとキリがありません。よって日本のいろんな色合いをジャパニーズシーズンカラーとし、四季とも十季ともタイトルに挙げていろんな季節があることを表現しようとしましたが、それは誰もが混乱するなと思い、季節は四季とするけれど、四季四色ではなく四季多彩と表現することで、季節の中にいろんな彩りがあるということを書きましたと。春から始まって春に戻ってきます。不器用男児なら不器用男児集団らしく、男っぽく、艶っぽく、かっこよく、かつ自然体なグループであってほしいので、それにふさわしい楽曲を作りましたと。さあ、次にお送りいたします、ジャパニーズシーズンから四季多彩。こちらの楽曲、なんと先日ミュージックビデオが公開になりました。皆さんご覧になりましたか。こちらのミュージックビデオ、ドローンや CG 撮影、さらにそこから、かっこいいスーツの衣装など、さまざまなものを使ってハイクオリティに仕上がっております。僕もね、ミュージックビデオを見たんですが、なんかすごいかっこいい人いるな、誰だろうってよく見てみたら、僕でした。初披露の一曲、ジャパニーズシーズンカラー四季多彩、どうぞお楽しみください。お知らせの後もサイワールド全開。いや、楽しかったですね。サイの達人、
和太鼓グループサイサイワールド DVD 発売決定。2020年2月発売予定。詳しくは和太鼓サイホームページで検索してください。次回達人の道はマジックの達人。マジックを研究し披露するマジシャンが自分のお店を持つことに。その奮闘に密着します。